おはようございます。11月7日月曜日です。昨日はね、このパリボシさん、パン屋さんがお休みだったんでパン食べられなかったんですけども、今朝オープンと同時にですね、9時に店舗内になだれ込んでいってなだれ込むほど私ね、勢いはありませんでしたけども、ゆっくりと入場させてもらって、今日もパリボシさんのパンを買ってきました。今日はね、7個のパンを買ってきましたね。7個で1550円ということで、価格も今冷静に見れるようになりました。で、一個一個のパンの値段はちょっとわからないんですけども、まずね、カレーパンを買ってみましたね。で、今日はカレーパンと、それからミルフィーユパン。このフランスパンのような硬さを残しつつ、でもそんなに硬くない。で、中にミルクが入ったようなね、そんな感じの甘いパンですね。で、コロッケパンですね。小さなコロッケが2つここにあります。2つ、1個を半分にして縦にこう添えたのかなと思いますね。やっぱりね、私の大好きなのは、なんといってもカレーパンですから、セブンイレブンもカレーパンをね、結構売り込んでた時期がありますけども、いや、全然ね、セブンイレブンのパンもあれあれでいいんですけども、私はここのね、パリボシさんのパンが、その、パン生地がすごくね、丁寧に作られていて、で、もっちりふわふわで、しかも、ちょっとね、甘みが入っていて、すごくいいんですよね。いただきます。今週初めてのパリボシさんのパン、ね、ほんといただきます。うん、あのね、パンが美味しい。うん、一かじめでカレーまでは達しないパンの味をまず楽しんでください。このカリカリ感ともっちり感、うん、そしてそろそろカレーが見えてくるでしょ。二口目でカレーとパンをブレンドしたその味わいを香りとともにいただきます。うん、このカレーね、辛さがむちゃくちゃ強いってことじゃなくて、程よくほんのり鼻にスッと抜けるようなね、かぐわかしさがありますね。おいしい。しっかりとカレーが詰まっております。で、三口目でちょっとカレーがブヨッとはみ出てくるような感じですんで、三口目はちょっと大きめの口でお召し上がりください。うん、うん、そして私の場合は多少口が大きいですから、四口目で全部いっちゃえるんですけども、あえてあと二口、うん、うん、おいしいね。今日もオープンと同時に店内は満員でした。駐車場もあるんですけども、すぐいっぱいになります。ただパン屋さんの駐車場ってそんなに長く待たなくても大丈夫ですから、ほんのね、5分ほど待っていただければすぐ空きができます。回転がいいですから。ですので駐車場がいっぱいでもちょっと待ってみてください。ほんの5分ほどで入れるようになると思います。場合によってはもっと早いかもしれないですね。はい、今日もパリボシさんのパンを紹介させてもらいました。おいしい。